はい、こんにちは、あきらです。6月の今日は11日、木曜日の今、5時45分頃になります。今仕事が終わってラウワンの駐車場に来ています。今からダーツをしようかと思って、で今から9時前ぐらいまでだいたい3時間ほどまた打ってから家に帰ろうかなと思っております。で今日こそは先週できなかったフェニックスでのオンライン対戦をやろうかなと思います。20人ぐらいと、てか20回ぐらい、人とやれたらいいかなと思っております。でレーティングは前と変わってません。コロナ以降初オンライン対戦、過去フェニではちょっとやっていきたいなと思っています。はい、お疲れ様です。今帰ってきました。結果ですが、こんな感じです。レーティングが22から23になりました。で、とは言ってもほぼまあいろいろ動いた上でまあ変わらず元の場所にとどまったっていう感じですね。今日の成績を見てみるとですね、自分でやった01とクリケもあるのでそれは差し引くと、30で32回中8敗したっていう感じですね。最初の方はもう全然なんか慣れなくてもうボロボロでしたね。クリケも01もで、結果なんですけど01が、低めの、平均のレーティングが20で、クリケがある程度良くて23ということで、まあ、クリケが良かったからちょっと23の方に上がれたかなっていう感じですね。やっぱり課題はブルに入らんなって思うと全然入らんくなることかな。だいたいレーティング21を超えてくるとあんまりもうブル外さないので、そことなんか戦うっていう風になったらこっちもやっぱり外してられないっていう感じですよね。なのでブルは外さなくて時々一番最後のアウトのところで一発ミスるよぐらいにしておかんとちょっと対戦はできないなって思いました、というのが今回の感想です。なので、100回ハットするっていう今の練習は間違ってなかったということで、また明日から頑張りたいなと思います。ということで、まあ今日はこの辺で、ちょっと早めに帰れるな、今ね8時ね20分なんだけど家帰ってゆっくりご飯食べたいです。帰ります。いただきまーす。最初食べてから言ったんだけど。